ブラディミル・ストイコビッチは、ユーゴスラビア・ロズニツァ出身のセルビア代表サッカー、選手、パルチザン・ベオグラード所属。ポジションは GK。レッドスター・ベオグラードの下部組織出身。早くも2002から03シーズンにトップチームに昇格するが、ブラディミル・ディシュリエンコビッチから、正 GK の座を奪うには至らず、リーグ戦では1試合に出場したのみだった。 他クラブへの期限付き移籍を経験した後、2005から06、シーズン開幕前にレッドスターに復帰し、シーズン途中から、聖書五神の地位を手に入れる。UEFA カップの AS、ローマ戦では、アントニオ・カッサーノのペナルティーキックを止めることに、成功したが、チームは、グループステージで敗退した。2006年5月15日、パリ・サンジェルマン。 FC に移籍したミカエル・ランドローの後任としてフランスの FC ナントに移籍。しかしシーズン途中に元フランス代表のファビアン・バルティズが加入したこともあって活躍は見せられず2007年1月15日にオランダのフィテスセにレンタル移籍した。シーズン終了後の7月11日ポルトガルのスポルティング CP に5年契約で移籍。しかし 生え抜きのルイ・パトリシオの後陣を廃した。2008年夏、チームの許可を得て、イングランドのエバートン FC のトライアウトを受けたものの、わずか1日で、無断帰国した。その後は、スペインのヘタフェ CF やイングランドのウィガン・アスレティックに、レンタル移籍したが、いずれもレギュラー獲得には至らなかった。2010年8月27日、母国のパルチザンベオグラードへ、レンタル移籍。 パルチザンはフルスレッドスターと激しいライバル関係にあるため一部サポーターの反発を買った。2014年6月10日、マッカビハイファイ FC に移籍した。2016年、ノッティンガムフォレスト FC に移籍した。2017年からパルチザンベオグラードに復帰し、プレーしている。2006年にポルトガルで開催された UEFAU-21 欧州選手権では、 セルビア代表のキャプテンを務めた。チームは準決勝まで駒を進めたものの、優勝はならなかった。その後、2006FIFA ワールドカップのメンバーに選ばれるが、出場機会はなかった。大会終了後、新たに代表監督に就任したハビエル・クレメンテの信頼を得て、同年8月16日のチェコ戦で、A 代表でのデビューを飾る。UEFA ユーロ2008予選では、 政治家としてプレーし、代表監督がミロスラブジュキッチに交代した後も引き続きその座を維持した。2010フィーファワールドカップではグループリーグのドイツ戦でルーカス・ポドルスキのペナルティーキックを防ぐなどドイツの猛攻からゴールを守り勝利に貢献した。この活躍によりマン・オブ・ザ・マッチに選出されたがチームもグループリーグ敗退に終わった。 2010年10月12日に行われた UEFA ユーロ2012予選のイタリア戦の試合前に一部のサポーターから襲撃を受け負傷し病院に搬送された。ありがとうございます。